Toha maçına geri geldik. Aynen. Şimdi arkadaşlar. Önce bayağı bir şey toplamıştık. Onları bir kasalım. 4 spawn vermiş kendine. Güzel. Bitten bakacağım biraz. Çok geri ya. Tamam, böyle dağıttım. Şimdi bunları yedim. Süper şortum yok. Valla 6 yiyorum zaten. Ha bak 20. Çok bir şey yok o zaman. Pas. Kombo şortum yok. Kaç bir şey oldu zaten. İyi böyle ya, sıkıntı yok. Güzel. Şimdi kendi bir şeye bakmak istiyorum. Kırmızı yana. Haa. Evet, ben değiştirebiliyorum ben. Avalanche da yapabiliyorum. Coffee Spritz. Bunlar kendi kendine şey yapabiliyorlar. Ortaya bakalım. Bunları değiştiriyorum. Bunlar güzel. Her şeyi koydum yani resmen. Toho ile kaçmak zor olacak. Hadi bakalım. ようやく試合で会えたな、ヒューガ。松山、
この前の全国大会、俺たち富良野の目標は第一に南葛に勝つこと、そして第二に決勝でお前たち東邦と戦って優勝することだった。形は違ってしまったが、今日こうして東邦と戦えることが嬉しいぜ。松山、全国大会での投手は見させてもらった。お前は、だが投手の強さなら俺も負けない。そしてチーム力は俺たちの方が上。つまり今日勝つのは、お、そうはいくか。俺たちの新しい戦い方見せ。フィールドに立てば実力が全て。それが俺の考えだから、全力で蹴散らしに行くぜ、はい、そうなんだな。そんなセリフ吐いたからには覚悟はできてるんだろうな。いいだろう。俺のタイガーショット、お前のドテッパラに叩き込んでやる。さあ、いよいよ始まります。この一戦、好ゲーム必至の対決に大観衆の期待は高まるばかり。富良野対東邦、ここ埼玉ワールドスタジアムは割れんばかりの大歓声。さあ、大歓声の中、両チーム選手の入場です。闘志をみなぎらせる選手たち、その熱気がこちらまで伝わってきます。凛々しい表情の選手たち、それぞれ熱い思いを持ってこの試合に臨むことでしょう。それでは両チームのスターティングメンバーをここでご紹介します。まずはホームサイド、富良野、攻守にバランスの取れたフォーメーション。キャプテン松山君を中心に抜群のチームワークを見せる強豪です。全員一丸となって攻守に走る姿は見ていて清々しいものがあります。そしてアウェーサイド、東邦、4人で中盤を構成する形になっています。最高峰の若島君を中心とした堅固な守備から、テクニシャンの澤田君がボールを運び、エースストライカーの日向君がゴールを仕留めます。まもなくキックオフです。熱戦の火蓋が切られました。ソリガチ君、ボールを狙うと届かない。チャージが決まります。ここは抜かせません。ドリブル突破、それ小田君、次々にかわしていく。ここストレートに持っていく。このボールに飛びつく若島津君、ボールはまだ生きている。チャージが決まった。よし、奪い返した。荒橋のようなドリブル。ここはパスを出した。もらった。松山君、それ。荒橋のようなドリブル。ゴール前に持ち込んだ。鋭いスライディング。そう、かわした。ほら。奪い返した。
松田君、ほらここからチャンスを作れるか。よし、勇気だと勇ましいパス。あー、ワンパスか。チャージが決まった。ダイレクトでパス、スライディングで止めた。バカまして振り切った。よっしゃ、ここは抜かせません。ドリブルでボールを運ぶ。シノル君、激しいタックル。はっ、それいけ。スライマッタル君、激しい突破だ。シュートを放った。パスマル、カードキックで大きく蹴り出した。ワンタッチで送る。松田君、素早くつなぎます。かばして振り込んだ。小田君、連続突破で見せます。ここはパスを出した。山村君、ここは抜かせません。シュートまで持ち込めるか。ここからシュートで持ち込む。山村浮いた。松田からシュートを受け止めた。若島津君、これはキャッチできない。山村君、こぼれ球をキープ。クロスに合わせに行く。ここはボールに飛びつく。若島津君、これはキャッチできない。早くも前半の8分が経過しましたが、試合の行方はまだまだ分かりません。あれは、ただおじゃきつもこれなんとかボールを返す。キーパーごと押し込む。よっしゃよっしゃ、かっこ若島津でダルです。よっしゃ、このパスをトラップ。ドリブルでボールを運ぶ。おー、çok güzel attım ben. あーと、この位置でパスカット。あーと、奪い返した。松山君、あー、松山君、クロスに蹴りに行く。佐瀬君、このボールを拾います。ここはパスを出した。ほら、もうだ。すぐ抜けた。高島君、ボールダッシュ成功。松山君、ここは抜かせません。小田君、よーっと突破。若島津君、これはキャッチできない。大きくクリア。このタックルは不発に終わります。それ。素早く横に倒す。止められない。ドリブル突破。豪快にシュート。ここからシュートに持っていく。お見事。華麗に止めた。あっという間。サイドキック、どこまで運べるか。素早くつなぎます。なるほど、ぶつかっていった。それまちさん、ここは抜かせません。フラノ、チーム全員でゴールを目指す。スペミの攻撃だ。いけ、スライディングで止めた。東方、ここでキャプテンにボールを託して勝利の位置を狙うか。松田君、ボールダッシュ成功。ほら、横に倒して突破。敵陣を切り裂く。カウンターやりたいな。若島津君、決死のセービング。よっしゃ、セボー勢いが止まりません。ほら、もらったぞ、もらったぞ。大きくパス、長いパスが通った。ボールを奪った。敵陣へ攻め込みます。山村君、センターラインを越えて攻め込む。高島くん、激しいサッカー。ドリブルで突破。ここはパスを出した。チャンスが決まった。それ、いけ。島野くん、ボールを奪うことができません。川部くん、ここで止めた。和田くん、ここは抜かせません。ピッカルビッグスクランです。フラノ、リードして前半も折り返します。トポチョンのバンデットこのまま押し切ることができるのか。さあ、注目の後半戦。このパスをトラップ。ふらさごとぶつかっていった。山村君、センターラインを越えて攻め込む。止められない。かわして振り切った。そのかわした。あ、決勝までだ。やめた。ソイマチ、
パスをパス。沢田くん左へパス。そんなバカ。素早く横にかわす。それよくもすり抜けた。高島くん、このスライディングが決まった。コリングで突破。マスク君、次々にかわしていく。かわして振り切った。ドリブルでボールを運ぶ。チャージが決まった。パスを回す。それ松田君、キャプテン、スルーパスを狙う。ここからチャンスを作れるか。ほら、よし、横にかわして突破。川瀬君、あ、ケチュッミアバッタリ。このスライディングが決まった。あれ、ケチュッミアだね。川瀬君、ここは抜かせません。ここはパスを出した。ここでチャンスを作ります。体ごとぶつかっていった。ほら、今だぞ、突破だ。さあ、待ってるさん、このセンターのものにできるか。若島津君、ボールはまだ生きている。パスを受けた。このクロスは通るか。これは一騎打ちだ。空中での激突だ。松田君、ボールを蹴り出した。若島津君、ボールはまだ生きている。もらった。東方、ここからカウンターを仕掛ける。かわして振り切った。野田君、激しいタックル。敵陣へ攻め込みます。山室君、素早く横にかわす。松山君、あ、家買うな。あまり NHK やるから。サントキックで大きく蹴り出した。東方、相手の守備が整う前に一気に攻めたいところ。フラノ、チーム全員でゴールを目指す。もらった。波の攻撃だ。オーフ、後で出力バックよ。ザッカンチェックってはずもの。サントキック、どこまで運べるか。まだ守備の体勢が整っていません。体ごとぶつかっていった。そら、横に回して突破。ほら、ロストパで見せます。そら、シュートまで持ち込めるか。シュートを放った。ゴール前に上げた。このフェアリングをものにできるか。これはゴールベー。キーパー止められない。やった。オーダー、カズマサオーダー、イステビキリアシステアップ。ゴダさん、ゴダさん、ここだ、ここだ、ここだ。それ、ここは抜かせません。俺もらった。よくすり抜けた。小池くん、もらった。スライディングでカット。チャージが決まった。結局、かわして振り切った。小田くん、小田さん、センターラインを越えて攻め込む。それ、川辺くん、ボールを奪うことができません。シュートだ。パントキック、どこまで運べるか。長いパスが通った。ここは抜かせません。横をすり抜けた。ここからセンタリング、センターに合わせる。中島くん、横に飛んだ。お見事、華麗に止めた。パントキックで大きく蹴り出した。このパスをカットします。山村くん、ワンタッチで送る。松木くん、激しいタックル。かわして振り切った。ここからゴボウ抜きだ。ここでぶつかっていった。松田くん、ここはパスを出した。それ山村くん、パスを出します。ここはパスを出した。鋭いスライディング。後半もすでに30分が経過。ここからゴールは生まれるのか。フラノ、ここでスローインを得ました。もらった。振り切った。ほら、止められない。ほら、スライス横にかわす。ここからシュートになっていく。真っ正面からシュートを受け止めた。あ、弾きます。ゴール前に上げた。小田さん、クロスに合わせていく。落ちてこのボールを弾く。ナイスキック。まさに圧勝。打つファース1ゴールチェコダン、2ゴールオダダン、1ゴールでラシス、アシス、直接オディムチャスンだ。1キショチェックにしよう。サーダーチコナルダーサーダーノクサル。あー、キショットでしたね。スリムチカレー。
Oğlum kolay mı ya? Anlamadım ki. Yoksa ben ilk şeyi de göremedim.優勝してどこかに油断があったのか。ヒューガ、沸かします。松山、小学校の時の借り、これで返したぜ。だが今度は俺たちの方に借りができた。この借りは次に会った時、高校できっちり返してやる。ああ、楽しみにしてるぜ。俺が複数でも許すなんて。あの1年生、まさか見過ぎや翼、キャプテン並みのレベルだっていうのか。そんなことは、いや、ありえないとは言い切れないな。あいつもきっと代表に選ばれるだろう。そこで、お、わかります。ハッシュポイントです。Aynen, burada şey seçiyorlar işte. Oyuncuları seçiyorlar. Sonra Japonya gençler. Sugiwa. Musashi sen desin. Tensai Mitsugi ga iru. Ano Musashi chuu ka. Yoshi. Sore ja video minagara meeting suru zo. Sugoi. Nanda yo, ano Mitsugi no overhead. Utsu dake demo taihen na hazu nano ni.コーナー狙って決めてくるなんて。それだけじゃない。その前のドリブルのスピードとフェイント、あれ一人じゃ止められないぜ。司令塔として周りへの指示も完璧だ。見過ぎの言う通りに選手が動いてる。東京都大会の決勝で心臓痛めたって聞いたけど。キャプテン、武蔵中の力どう見ました？そうだな、組織力はうちと互角ってとこかな。となるとやっぱり見過ぎと中盤勝負で勝たなきゃダメだな。そしてそれは俺の役割。しかし見過ぎ、お前は心臓病で練習だって制限されてるだろうに、それでもあれだけのプレイができる。俺は才能がなくても努力でカバーできると信じて。だけど本物の天才に本当に努力だけで届くんだろうか。そうか、そうだな。そうですよキャプテン、俺たち全員あんなに努力したんです。いくら見過ぎがサッカーの天才でも、みんなで戦えば超えられないはずないですよ。自信持っていきましょうキャプテン。サッカーはチーム力です。そしてうちのチーム力は日本一です。武蔵中に勝ってそれを証明してやりましょう。みんな、ああ、そうだな。みんな次の試合も頼むぞ。ああ、それにしても武蔵中のスタンドは女子が多いな。あれ全部見過ぎのファンなのか。ファンの女子の数はこっちの全員集めても勝ち目がないな。それは言うなよ。いいよな、キャプテンには藤沢がいてさ。ほんとほんと。なんでここでその話になるんだ。たく、お前ら覚えとけよ。まあまあ、仕方ないじゃないですか、事実なんだし。織田、お前まで、ほんと
当にとんでもない奴らだぜ。けどありがとうな、みんな。次の試合は富良野中と武蔵中の戦い、俺と美杉の戦いじゃないんだ。俺は富良野中のキャプテンとして武蔵中に勝てるように。ああ、鉄を石だ。よし、よし、はい。あと3回は勝負よ。え、ネガサジャムかも。なんだ、なんかやろうよ。あは、なに、ワンクショット。すごいな。あら、恨みしす。頑張れ。Aynen, herkes çalışıyor. Göksel başarıyor. Furano yıkılmayacak. お前のこと頼りにしてるぜ。50 puan daha kazandık.よし、よし、シュンニッタ、イーグル、ファルコン。うん、よ、よ、いや、なんだ、なんだ、終わります。öğretmeyecek anlaşılan. Skip Strike Master. Ve evet, 5. maçı Musashi ile yapacağız. Burada bitiriyoruz arkadaşlar. 5. maçta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.